焼きは今から350年ほど前に大川ちゃんまで作られるようになりました。このオンライン交流会は伊万里市とロシアを代表する陶磁器グジェリの産地であるグジェリ村の子どもたちが焼き物などの文化を通してお互いの歴史を知り文化や産業の発展につなげようと開かれたものです。今日は大川地小学校の6年生12人とロシアのグジェリ中等教育学校に通う10歳から14歳の12人が参加し、お互いの言葉で自己紹介をした後、地域の気候や産業などについて紹介し理解を深めました。自分の地域と違う行事などが多くあったところがびっくりしました。これからもうロシアだけじゃなくて他の外国とのことも調べて他の外国の人とも交流していきたいと思います。